はいどうも、今日も元気にバトルやっていきましょう。チャンプルーです。 Hi everyone, let's play バトル Today I'm チャンプーということでね、はい、やっていきましょう。最近ねバトルもちょこちょこやりつつで、桃鉄ががっつり、そして他のゲームもねちゃっかりと上げているチャンプルーです。ということで、はい、ちょっとね近日かな、もう少し後かな、 この動画上げるタイミングはちょっとわかんないんですけど、まあ近いうちにね、あのサルバトーレ対人戦第4回目が開催されます。あ、ナイス。怖い、危ねえ。おっと、これは危ねえ。発生入る前に倒したわ。さあ天空石欲しい。オッケー、オッケー。さてとどういくか。あらら、届かなかった。まあしょうがないですね今のは。さあ強化弾を取って、はい、トリプルバレル、オッケー。さあ敵の状況を読みつつね倒していきました。まあ対人戦はね本当にもう状況に応じた動きをねもう適切に判断して動かないといけないからね、それがねマジで難しい。はい、ということでやっていきましょう。危ねえ。あー、ちょっとそのメカよく危ないですね。みんなラジコンで遊んでるやん。なんだラジコンで遊んで。さあこれでどうだ、決まっていく。強すぎ。さてと、ダメか。オッケー。さあ効果力のファイヤー、ファイヤー無双乱舞に、はい、オッケー。さあこれがねはるかの最高乱舞、メカ棒前叩きと無双乱舞6と強化弾とサンシャインアローをね組み合わせるやり方、さっきのピコサレにやったような感じですね。あれが対人戦でもできるようになるとね超強い。しかもね、あの地上でこう平平やりながらコンボするんじゃなくて、ちゃんとねちゃんとなんか上下に動きながらコンボしてるから、あぶね。よし。とりあえずね。打ち当てていく。さあ、先っちょ当てて倒していく。はい。オッケー。さあ当たっていくか。天空石惜しい。さあ石で当てんのかこれ。
惜しい。マジか。次行こうよ。ということでね、まあ、こんな感じでいいでしょう。ということでね、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。Thank you for watching.